フィゾー・アルマン・イッポリートルイ・フィゾーはフランスの物理学者。地上で初めて高速度を測定したことをはじめ、光学における業績がある。フィゾーは世界初の太陽の写真撮影や水中の高速度が空気中より遅いことの証明、光の干渉実験などを行った。 物理学史上有名なのは1849年に回転歯車を用いて高速度の測定を行った野外実験である。彼の得た値は3.15秒速 105km であった。そしてこの数値は電磁気学のベーバー、コールラウッシュ、マックスウェルらの理論と照らし合わされることで重大な影響を与えた。中でもマックスウェルは自作の理論の中で出てくる。 計算値の一つがフィゾーの実験値にとても近いことを知って自分が求めたものはフィゾーの拘束だと思われることを禁じ得ないという知人宛ての手紙が残っている。後に風光は室内で実験より良い数値を得たがそれはフィズオよりずっと後のことである。この他光に対してもドップラー効果が現れると主張した。 そのため天体の光のドップラー効果のことをドップラーフィゾー効果と呼ぶことがある。王の養老監修、近代科学の源流、物理学編、2、P268。ありがとうございます。